おはようございます、ボスケです。本日の動画はステファーノグランプリ2022年松和地区予選に参加した際の動画をまとめてみました。前回のクビリ予選では惜しくも予選通過ならずということでね、今回の松和予選が決勝行きのラストチャンスですので、朝からね気合が入ってますね。前回大会の2019年ですか、初参加で掴んだ決勝への切符もね、松和予選だったので、得意な松和で予選突破して2大会連続ファイナリストを目指して頑張りたいと思います。それでは早速当日の様子見ていきましょう。4番、お名前よろしくお願いします。美濃康介。はい、どうぞ。はい、はい、お願いします。はい、はい、新徳丸20番。はい、佐源三好、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、この日のね潮見表はこんな感じです。ポイント到着から11時までは下げ潮、そして北風の風が強めに吹いているため、釣り座の優位性を考えるとですね、右舷の大どもが潮先になるので、私が引き当てた左舷三好はスタートから潮結ですね。船下勝負じゃ取りこぼしをの拾うこうね釣りになっちゃうんで、キャスト主体の釣りで挑みたいと思います。潮タックルはテカンドの猛者、177SP ですね、ステファーノのロッドなんですが、強風根回りということで操作性のいい固めの竿で、スタートいたしました。重りが着底したら仕掛けをさびきながら、良さげな、もしくは、魚の、ね、気配を感じた場所で重りを止めて、仕掛けを揺らして当たりを待ちます。はい、来ましたね。今反射的に合わせてしまったんですが、トラギスの当たりをかけてしまったので、仕掛けを上げずにそのまま誘い直します。そして狙い通りカズっていうねカワハギの当たりが出たところで竿を立てると、カンカンと伝わるカワハギの引き、本人もねこれカワハギだろうって確信してますね。白カッパさんがお友達作戦っていうねナイスなネーミングで例えておりましたが、トラギスが暴れることでね、それが誘いになってお友達のカワハギが残りのアサリに、食いついていくっていうね、作戦ですね。はい、来ました。上がってきたのはカワハギとトラギス。トラギスくん、ありがとう。農館は12時なので揚げ潮に変わるラスト1時間左三好が潮先に変わるので、それまでに、まあ、どんだけね食らいついていけるのかが、勝負の分かれ目ですね。潮結なのでキャストをするんですけれどもね、通常だと四隅に座れれば隣に人がいないので、45度ぐらいの範囲で広くポイントを探れるんですけれども、11時までこの船は右後ろに流れますので、右方向にキャストしてもすでに他の人が仕掛けを入れた場所に、投げることになりますね。それじゃあちょっとね意味がないので、この釣り座に勝機があるとすればひたすら真正面にキャストということになりますね。やったね。1枚目2枚目はほぼ同じポイントで釣れたので、再び同じ場所にキャストします。キャスト先でさびいてさびいて止める。魚の気配を感じたので重りをとどめて仕掛けを揺らす。ゼロ点で空間を作る。この後竿先に注目。メカンもしっかり出たの分かりましたかね。いやー気持ちいい。
カンカンと小気味引きがたまりません。錆びて錆びて海底が砂地の場合はつぐねを探しながら錆びくんですが、剣崎は岩礁帯なので、重りを置いても根がかりしないゴツゴツ感を見つけてね、重りを止めて沖で仕掛けを揺らすっていうのがね、今日のポイントですね。とは言ってもこの沖で重りをとどめて仕掛けを揺らすっていうのがね、最近までできなかったんですね私。錆びきながら仕掛けを揺らしてリールを巻いているとあっという間に船下まで仕掛けが来てしまって、沖でカワハギをかけるってすごく苦手だったんですね。この釣り方ができるようになったきっかけがガマカツ覇者のビッグ池田くんの横で竿を振らせてもらって釣り方を教えてもらったことなんですけれども、もしですねこの動画をご覧のご視聴者様の中でカワハギ釣りもっと上手くなりたいけど教えてくれる人がいないんだよなーっていう方がいれば、1月にですね池田くんの釣り教室がありますんでぜひ参加してみてください。ステファーノグランプリクビリ予選総合優勝の前回いい動画であげましたけども、ツッチーさん、土田さんも講師として、参加されますんで、お二人ともですね教えるのがとにかくうまいので、参加するだけでね間違いなくスキルアップできますよ。ちなみにこの日は私も教室の様子を撮影させてもらいに乗船いたしますので、ご参加の方にはね記念品としてボスケチャンネルのカワハギステッカーをプレゼントさせていただきます。釣り教室の詳細は動画概要欄に記載いたしますので、ご確認ください。序盤の3連チャンのあと少し時間が空きましたが、もう1枚追加して8時台に4枚となかなかね悪くないペースで進んでいたんですが、このあとトラギスやベラなどはねポツポツと釣れるんですけれども、肝心のカワハギのあたりがピタリと止まってしまって、状況をね打開するべく周期をつけたり中重りつけたりね誘いの幅を変えてみたりとかいろいろ試してみたんですけれども、やはりね状況が変わったのが揚げ潮潮潮先に変わった11時台でした。重りが着底したらカワハギを寄せるイメージで錆びて錆びて重りを止めて、ウェイトビーズを弾くように仕掛けを揺らします。このワンハンドで、糸ふけを取るのも最近できるようになったんですが、結構ね練習しました。右手をバットとラインに当てておくことで手感が増すんですよね。これをね覚えると SP のような硬い竿でカワハギを釣るのがより楽しくなるので、ぜひねやってみてください。はい、かかりました。潮が変わってからね魚の気配が明らかに増して何度か当たりは出ていたんですが、ようやくかけることができました。久々に来た、言った時間帯だね。大きいとこになってます、バッチリ時間帯が言った通りだね。はい、そしていよいよ残り15分ちょっとで現在5枚ですね。10時ごろ別船の池田くんから連絡があって、7枚ということだったので、もうね手だれの人はすでに、この時間つぬけしてると予想すると、ちょっとね5枚じゃちょっと心もとない感じですね。そして右舷の状況が全くわからないので、とにかくねもう今は潮先乗りを生かして竿先も全集中、ラストスパートでもう最後まで釣り切ることだけ考えます。来ましたね。いやー今ねかけたのがすぐバレたんですが、慌てずに仕掛けを置き直したら別のカワハギがすぐ食ってきましたね。あー、これもしかしたらダブル狙えたかもしれませんね。
はい、上がってきたのは今日一の良形カワハギ。かかりどころもバッチリ。はい、ありがとうございます。はい、そして残り11分、現在6枚ということでね、まだいるはずなんで急げ急げ。はい、来たー。やっぱりいましたね。バレるなよバレるなよ。よっしゃー、7枚目。うっす。抜けた。抜けられる。マジですか。はい、そして残り3分、見つけたぞ、カワハギがいる場所。ここだー。いやー楽しいですねこれね。もしかしたら、もしかするかもしれませんね。もしかしたらもうね、しっかりとアサリを吸い込んでくれるんでね、こうじらしてじらして仕掛け動かして動かして、もうこれね多分ね聞こえると思いますよ、吸い込むね音が。めちゃくちゃ気配がある、いる。はい、来たー。やっぱりいましたね、聞こえましたね今吸い込む音が。よしよし、これで8枚目。さあ、いよいよ残り2分、まだあと1枚いけるはず。いきましょう、ラスト釣り切りましょう。うわー来たー。もうこれ動かしてる最中に吸ってきやがった。バレるなよバレるなよ。これが上がれば9枚、もしかしたらこれ図抜けいけるんじゃねえか。図抜けた。図抜けてません、もうね楽しすぎてね、ちょっともう 数も数えられなくなっちゃってますね。あと1枚、本当に図抜け狙えるから頑張って頑張って。うわー、もうこれ、誘いがね余裕こいてますね。もう本人つ抜けたと思ってちょっと気抜いてますよこれ。あ、終わったー。はい、というわけで12時でタイムアップ、終わりの時間が来てしまいました。あ、抜けなかった。1枚足んなかったな。やばいっすか。そんなことないぞ。3、4、5、6、7、8、9、10、はい、すいませんけどね、朝あげた部位すいません、どうぞ、どうぞ、ご飯、はい、どうでしょう、どうでしょう、わかんない、右辺がわかんないですか。あとオレンジ使ってみればいけるよ。池田さんの池田さんの中の一声で餃子注文しないと。そうだ、あ、そうです。今日は9枚でした。はい、認定者は理科道文です。
はい、ありがとうございます。いやー、ありがとうございました。おかげさまで予選通過することができました。おはぎ釣り最下位。そして1位ですけれども、池田龍也選手、評価は11枚です。そして池田塾塾長の池田くんも無事に予選通過、戦中1位通過っていうね、素晴らしいですね。そして総合の方でも入賞してトロフィーを獲得しておられました。はい、そして決勝の舞台は千葉県勝浦市、12月の9日ですね。決勝ステージの方もしっかりとね、皆様にお届けできるように撮影してきますので、楽しみに待っていてください。というわけで本日の動画は以上となります。この動画が楽しかったと思う人はぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくね。